頼もう。うわびっくりした。なんでウィルナスかよ。うむ、訪問しやがったぞ。ウィルナスさん、こんにちは。何かご用ですか？おう、先日の試練で得意点に耕してもらった土地から野菜が収穫できたのでな。約束通り私に来たのだ。まあ随分小ぶりだが。わあ、ありがとうございます。おナスですね。お、ナス。ナスってこの時期取れたっけ？ガレオンとルオーの力を借り、土や光の影響を差配しているのでな。あの島は少々空の世界の気候や断りから外れているのだ。まああの島だけなら問題はなかろう。はあ、相変わらずスケールでっけえな。まあでも食い物は助かるぜ。ありがとうな。結構結構、そう言い上がるならば家内も気持ちがいいぞ。団員も大勢いるから食い物はいくらあっても困らねえよ。一応島から出発するときに多めに積み込むようにはしてるけど、何があるかわかんねえしな。人の子は半日ごとには腹を満たさねば命をつなぐことができないのだったか。不便不便。なるほどなるほど、こうして気空艇で獣を養い食いつなぐというわけだな。え、食うって？今の獣の子はそうではないのか。人の子が飼うのは確か家畜というのだったか。食べないですよ、猫ちゃんは。うん、不可解不可解。空を行く気空艇にあるのならば相応の役割を持ち上がるだろう。人のことを獣の子は意思疎通も難題だ。一体食料以外として何の役割を？役割つうと難しいけど、あの猫ちゃんは私たちにとっては家族みたいなものなんです。特に仕事があるわけじゃねえけど、なんて説明すりゃいいんだろうな。一緒に暮らしてると楽しいというか。娯楽、娯楽か。それならばわかるぞ。空の命は強いが弱く脆い。体だけではなく魂も心も栄養を取らねばならんのだったな。謙遜謙遜、獣の子も立派に仕事をしてやがる。そうですね、猫ちゃんは見てるだけで心が和みますね。呼びかけを無視しなくなってきてくれたな。特にあなたにはとっても懐いてますもんね。ビルナスさんも撫でてみますか？ふわふわで気持ちいいですよ。環境環境、人の子の心の栄養には興味がある。撫でさせてもらっちまうとしよう。ん？おいおい、怖くねえって。そう警戒すんなよ。
ちまった。おやつでもダメか。気まぐれだからな。まあ落ち込むなって。ああいうとこが猫は可愛いんだな、ルリア。そうですね、また今度の機会に。いや、獣の子が逃げるのは正しかったのやもしれんぞ。お、どういうことだ。無念無念、この器は人の子、特にヒューマンの子を真似ているのだがな。それにしちゃでけえけど。いや、まあ六竜からしたら四大種族の間の差なんてちっぽけなもんか。姿形の細かな違いも含めてどうも真似上がるのは難しくてな。先日の得意点に与えた試練の際も人を模した器ながら人を超えた旅力を出していただろう。そういえばすごい速度で地面を耕してましたね。大きな力を出すことよりも小さな力を出すことの方が難しくてな。ルオーは割と器用なのだが、今もできる限り弱めた力で触れようとしたが失敗した。いやー、困難困難。妙にノロノロ動いてたのはそのせいだったのか。小さな獣の子に怪我をさせては気の毒だからな。旅力以外も同じことだ。家内にとっては正直100度の炎も1000度の炎も大して違わんのでな。六竜の力じゃな。100度でも人にとっては危ない温度なんだけど。そこだ。空にあるあらゆる熱は家内を傷つけることがない。沸騰した水であろうと溶岩であろうと家内は等しく喉を通すことができる。すごいですね。それがそうでもない。人のこと隔絶した頑丈さを持てば人のこと感覚も隔絶する。絡みと呼ばれるものなどは痛覚でもあるのだが、家内に痛みを与えられるものなどそうそうないしな。人のこの料理、ひいては文化を味わうためには家内の器はあまりにも鈍すぎる。おい、それ猫用だぜ。何かまずかったか。いや、まずくねえか。って、ややこしいな。猫ちゃんには人と同じ干し肉だと体に悪いので、お塩を使わずに干したお肉をあげてるんです。だから例えば私たちがその干し肉を食べたらちょっと味が薄いなって感じると思います。ガッテンガッテン、旨味があることはわかるが塩が足りんことはわからんな。これでは家内の料理をガレオンやワブリスが不可とするのも道理道理。権限の檻に焼いちまった町へ炊き出しに向かいたいのだが、ままならんな。ああ、確かそのために屋台を作ったって。しかし宝の持ち腐れだ。すっかり同格存在が食べるための集合場所になっている。なんかそれはそれですげえけど。人の子はやることをなすことを素早く済ませちまうからな。そのうち炊き出しも不要になる。強大な力があったところで成したいことをなせるわけではないものだ。ガレオンの悩みなんかはちょっとスケールでかすぎて分かんなかったけど。
同じ六竜のウィルナスの悩みはオイラでもそれなりにわかるやつだな。出張、空の世界にあるという点で摂理にも命にも変わりはないからな。空が終われば共に終わる存在だ。悩みも収束するというもの。愉快といえば愉快か。いや、愉快でもないな。人の子が生み出した技術の複雑ぶり、あっぱれながら何十何十。確かにすぐお料理ができるようになるのはちょっと難しいかも。お料理って美味しく作るためには勉強することがとっても多いですもんね。しかりしかり、人の子の積み上げてきた努力、称賛に値する。私も最初はお料理のこと全然わからなくて、厨房の皆さんに迷惑をかけちゃったこともあるんです。でも皆さんに教えていただいて、何度も練習して、今ではサンドイッチくらいなら作れます。感心感心、鍛錬の賜物だな、青の娘。ありがとうございます。だからウィルナスさんも、今すぐは難しいとは思いますけど、きっとお料理できるようになります。美味しいお料理はいつだって食べた人を元気にできます。だからいつか美味しいご飯でお詫びできるように練習あるのみです。おーおー、確かに青の娘の言う通りだ。今炊き出しに加わったところで、家内の与える食事では人の子たちもげんなり仕上がるだろうからな。ともすれば、町を焼いたことよりもひどい悲劇を生みかねん。遅れたとしてもまともにうまい飯を作れるようになってから振る舞う方がマシというもの。他のやつの喜ぶ顔って頑張る原動力になるしな。それにまあ、そのやっぱまずい食い物ってこう心によくねえし。命をつなぐだけでなく、心にとって娯楽という名の栄養ともなるわけだな。そうそう、そうなんだよ。だからいいんじゃねえか、ちょっとくらい時間がかかっても。ひさ、承知承知。得意点に青の娘、赤の古竜の意見、実にありがたいぞ。とはいえ、家内が時をかければ100年もすぐに過ぎちまうからな。今ある命が生きている間に食わせられるよう鍛錬あるのみだな。精進精進。温度の低い方へ行けばいいのだな。全員家内に捕まるがいい。はあ、でっかい事故に遭いましたね。こればっかりはでっかいよりも小さい方がありがたかったです。
まあとにかく無事で何よりだ。あの程度の炎でも人の子が命を失うには十分だからな。ありがとうございました。ウィルナスさん、一緒に来てくれていて助かりました。ほうほう、植生の調査ってことは植物を持って帰ってくればいいのか？植物よりも土を集めたいんです。向かっていただきたい群島はかなり特殊な環境を構築してまして。特殊ですか？はい、他の島々に比べて毒を有する動植物が非常に多いんです。毒？思ってたより危ねえ依頼だな。自分から襲いかかってくるような獰猛な動物はいないんですが、傷口や粘膜からの毒の侵入に気をつけてください。解毒剤はお渡ししますが効きが悪いのです。効果のある解毒剤を作るための研究をしてるってわけですね。その通りです。この辺りは幸い紛争などとは縁遠いですから、研究自体は進めやすくて。地道な努力を重ねているわけだな。感心感心。おや、キクウシさん、いつの間にか人数が増えて。気にしないでくれ。キクテからこっちに出てきたんだ。ウィルナス、急に出てくんなよ。びっくりするだろう。おお、すまんすまん。シソが取れたので私に来たが、取り込み中だったな。そうだ、気空艇なんですが、こちらで用意する小型艇を使ってください。毒素を持つ土や葉が気空艇を停泊させた時に付着して他の場所へ運ばれてしまうのを防ぎたいのです。わかったぜ。いいよな。お願いが多くて申し訳ない。薬学の発展のためどうか力を貸してください。小型艇が魔物さんの群れと勝ち合っちゃうだなんて。小型艇も中古だかで古い方でしたしね。前に姉さんが小型艇を墜落させたこともあったけど、おいら小型艇苦手になりそうだぜ。なんのなんの、家内にとっては大したことではないからな。行幸行幸、小型艇を知るために堂々させてもらった意味もあったというものだ。とりあえずみんな怪我ないようで何よりです。血も出てないですし、大丈夫ですよね。手当ての道具も無駄遣いできないし、痛くもないですし。ルリア、大丈夫か？怪我はねえみたいだけど、頭打ったりとか。あ、大丈夫です。どこも痛くないですよ。家内に比べれば得意点たちは皆もろい。痛みがないのは何よりだ。問題は食料や水なんかも小型艇と一緒にダメになったことですね。
戻る予定の日に帰ってこなけりゃ、気空艇で待ってる連中とか研究所の人が助けに来てくれると思うけど、それまで飲まず食わずってわけにはいかないもんな。食べ物は私が口に入れるものを見分けられますから、まだ大丈夫なんですけど、土にも毒が含まれてるってことですから、水が怖いです。ふん、毒か。それならばカナエが取り除いてやれるぞ。本当か？うむ、カナエの火は浄化の概念を持つ。その程度ならたやすい。おやや、毒を怖がらずに済むだなんて、六竜様様です。もしやこの島の土壌や水に含まれる毒を島丸ごと浄化なんてこともできたりするんです？あ、その手があったな。ヴィルナスの力ならそれくらい余裕なんじゃねえか。余裕余裕、無論その程度のことはたやすい。しかしだな、毒素を取り除けばこの島のあり方は変わってしまう。これまであった生態系は滅ぶ。それだけではなく、あの一歩ずつ毒を解析していた人の子らの足跡を無意に消し去ってしまうことにもなる。得意点たちにとっては利となっても、それも数日のことと思えば、カナエとしては好ましくない。確かに、もしかしたら毒のある植物しか食べられない動物さんもいるかもしれませんよね。なんと、島の生態系を乱すのは確かにいけません。これは失言でしたね。はっはっは、面白い意見ではあったぞ。よし、とりあえず水のある場所を探そうぜ。ひな、すぐに川に行き当たってよかったな。本当ですね。さっき鳥さんがこの川の水を飲んでましたけど、あの鳥はそれが可能な形を得ているようだな。人の子は飲めば体を害するだろう。すくった水を口に入れようという時は家内に声をかけるのだぞ。はい、ありがとうございます。水を確保できましたし、次は火起こしです。火種ならば探す必要はないぞ。家内がいくらでも出してやろう。それは助かります。ではでは、私はかまどを作ります。かまど、火を制御する道具だな。すぐに作れるものなのか？はい、石を積み上げるだけでも十分なものが作れるんです。ただ私が運べる石だとちょっと小さいので、石運びもお願いできますか？石の大きさはそうですね、このくらいの。ふむふむ、さっき持ってきてもらった石はここ、こっちの隙間に小石を。見上げ、見上げだ。受け取るがいいぞ。イノシシ。確か人の子はイノシシの類は口にできるのだろう。見かけたのでな、一匹拝借した。これは立派なイノシシですね。この島のイノシシも血に毒はないと聞いてます。とはいえ内臓は避けた方が良さそうですかね。肉は普通に食べられるはずです。おお、こんだけでかいイノシシなら迎えが来るまでに食い尽くせるかも怪しいくらいだな。ヴィルナス、ありがとな。助かったぜ。
これくらいはな。もっとも家内が調理すれば無駄を出すかもしれんが。調理はもちろん私に任せてほしいです。包丁娘と一緒に来ててよかったよな。本当ですね。ほほう、そのように石を積んでいきやがるか。こう大きな岩を並べるのではいかんのか。熱をこもらせると同時に空気が適度に入り込む方がいいんです。なるほどなるほど、燃焼を続けさせるためか。よし、かまどはこれで大丈夫です。おお。さて次はイノシシを食べられるようにしなくちゃいけないですね。こんなもんです。おおお、見事なものだな人の子よ。まだまだ感心してもらっちゃ困ります。料理はここからが本番です。人の子の鍛錬とは素晴らしいな。家内にもぜひ稽古をつけてくれ。うふふ、料理の稽古となれば手は抜けませんよ。ついてこられますか。やられてか。それじゃあまずはミンチ作りです。野生の硬いお肉もこれで美味しく食べられます。肉を砕けばいいのだな。よし。オイラたちは今のうちに焚き木を集めておくか。肉が砕けたぞ。どうだ。むむ、これではまだまだですね。なんと、一つ一つの塊が大きすぎます。これだと口に入れるのも大変です。料理は食べる人のことを考えて進めなくちゃダメです。確かに家内だけが口にするものではないからな。青の娘や赤の古竜の口の大きさならばこれよりももっと。さてかまどに火を入れるです。おお、家内の力が入りようか。そうですね。でも魔法で出す炎は今回は不要です。ん？なぜだ？あなたの出す炎は強すぎて危ないと思うんです。石が溶けて溶岩になりかねないですよね。うん、確かに確かに、小さな熱は難しいからな。なので摩擦で火を起こします。こうやって乾いた木に枝をこすりつけて。ふんふん、人の子にとっては重労働なのではないか。家内がやっちまおう。ふふ、ではお願いします。おお、お肉をミンチにするのもだいぶ上手になってますね。あとは私にお任せあれ。眠くなっちゃったのかも。眠るのはまだ早いです。エルメラウラ金星サバイバル飯をご賞味あれ。
すげえな。ステーキにスープに道具や材料がほとんどなかったとは思えねえぜ。実に魔法のような手際だったぞ。創生にも劣らん。おっと、褒めるのは食べてからにしてほしいですね。毒を含む部分は切り分けた上で、可食部は念のためビルナスさんに浄化してもらってます。食べて体力をつけて救援を待ちましょう。うん、それじゃあいただきます。うわー、おいしいです。ほんとだな、肉の臭みとかも全然ないし、はあ、体が温まるぜ。料理の醍醐味味わえました？おお。料理を作るだけでなく振る舞う、そして食べた人の笑顔を目にすることができる、それに勝る喜びはありません。そうだな、確かに確かに、我が身によって生み出したものが喜ばれることは嬉しいものだ。それはきっと元素であろうと料理であろうと変わらないのだな。いや、手をかけている分料理の方が上か？そのあたりは私にはわからないですが、でも今あなたの胸にその気持ちがあるなら、あなたはいい料理人になります。おお、そうか。ええ、でっかい体力にでっかいやる気、これは料理人に欠かせません。その点であなたに勝る人はそうはいないですよ。そうか、そうか、感謝感謝だ、人の子よ。その言葉と技術の伝授に礼を言うぞ。どういたしまして。これからのサバイバルで私の技をバシバシ叩き込んであげます。私も他の方も発症していないところを見ると別の何か。すみません、コアテ邸から脱出した時に小さな切り傷ができてて、でも小さかったから。あの時はマジで焦ってたしな、ごめんな。ルリア、言い出しづらくしちまって。ふん、私が隠しててごめんなさい。傷に入った毒も浄化できないですかね。毒そのものは消せるがな、毒の影響で生まれた変化は
家内よりもワムディスの範疇だ。人の子、青の娘もその体のほとんどが水で構成されているのでな。そっか、そう簡単にはいかねえよな。ちくしょう、今すぐ気空艇に戻れりゃいいのに、迎えを待つしかねえのか。ん？小型艇の火の手も収まってますし、何か使えそうな道具を探してみるのも手かもしれないですね。待て待て。どうした、ウィルナス。得意点たちはお前たちの気空艇へ戻りたいのか。え、当たり前だろ。それができねえからこうして。そうなのか。迎えを待つとは聞いていたが。ああそうか。ならば話は早い。家内が扉で送ってやろう。扉。あ、そういやそうだ、ウィルナスがいるなら瞬間移動で気空艇に戻れるじゃねえか。無論無論。話は後だ。得意点、青の娘を。おっさん。うわ。え、あ、いつの間に。それよりもルリアさんを手当てしてあげてほしいです。わかりました、こちらへ。一日静かに寝てれば大丈夫だろうって言ってたぜ。一応今日は気空艇じゃなく研究所のベッドを使って経過を見たいってさ。ほっ、それは何よりです。失態失態。得意点、家内の無理解により負担をかけたな。すまなく思う。いやいや、こっちまで運んでもらえて助かったぜ。ウィルナスは人の事情にはまだ疎いんだし、もっと細かく説明すればよかったよな。さて、私はちょっと気空艇へ戻って台所で仕込みをしてきます。ルリアさんもですし、皆さん疲れましたよね。お腹に優しい朝ごはんが必要です。おいおい、包丁娘だって疲れてんだろ。無理すんなよ。うふふ、それじゃあウィルナスさんに手伝ってもらいますかね。おお、任せておけ。家内の力はでっかいからな。あり余っているぞ。それじゃあ団長さん、先に休んでいてください。やっぱりお腹に優しく体力回復に向いたご飯といえばおかゆです。おかゆ？何を使った料理なのだ？お米を柔らかく煮た料理ですね。炊くんじゃなく煮るのがポイントです。お出汁を使って基本の味を作りつつ、薬味をたくさん用意して食べる人が味を決められるようにします。おお、料理人の手で完成させるわけではないのか。面白いものだな。うふふ、
そういう形も時には楽しいものです。ふむ、水と米の順番は覚えられます？無論無論。しかしこの料理、米を砕いてから煮込むのはどうだ？消化を楽にするのなら米を細かくしておいた方が人の子の腹渡には良いのでは？おお、ウィルナスさん、ちゃんと食べる人のことを考えてますね。実践実践、教えていただいちまったからな。物覚えのいい見習いさんですね。実はお米を砕くおかゆの作り方もあるんですよ。おお、やはり人の子の積み上げた歴史に比べれば家内の考えも浅知恵か。実に実に興味深い。どんどん教えやがってくれ。ふふふ、ビシバシいきますよ。